これは私がまだ自由に夢の国へ行けた頃の話。その頃、私の空想の世界と現実との境目はひどく曖昧で、私は自分が何者なのか分かっていなかった。今はもう大丈夫だ。お前のおかげだな、ゾーロク。アリスとゾーロク、2017年4月、放送開始。